木登りウネコは、ジャコウネコか木登りウネコ族に分類される、食肉類。本種のみで、木登りウネコ族を構成する。アフリカ大陸中央部の以下の地域に生息する。アンゴラ北部、ウガンダガ、ガーナ、ガボン、カメルーン南部、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア南西部、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア北部、 シエラレオネ、ジンバブエ東部、スーダン南部、赤道ギニア、セネガル南部、タンザニア、中央アフリカ南部、東後南部、ナイジェリア南部、ブルンジ、ベナン南部、マラウイ、モザンビーク西部、リベリア、ルワンダ、A1 体長44から58センチメートル。お四46から62センチメートル。体重1.7から3.2キログラム。全身は、 短い体毛で密に覆われる。背面の毛衣は広範囲色や褐色で、毛先は高褐色や赤褐色。覆面の毛衣は明灰色で、毛先は黄色。頭部から頸部にかけて3本の不明瞭な暗褐色の縦縞背面に縦縞状に暗褐色の反転が並ぶ。肩部には左右に2個ずつ白や炭鉱色の反紋が入り、 英明の由来になっている。尾の背面には12から15本の黒い横縞が入る。次回は小型で丸みを帯びる。死列は、門氏が上下6本、剣氏が上下2本、小球氏が上下8本、大球氏が上下4本で計40本。門氏は小型で、剣氏は発達する。盲腸がない。生殖器の前方、第3から4師の間に終戦がある。 歯は短く、第一歯は第二から五歯と離れて位置する。爪は湾曲し、先端が尖る。昨日彫り邪行猫は従来白シンやビントロングと近縁な邪行猫カパームシベット赤に分類されてきたが、分子系統学による研究の結果、猫モクにおいて邪行猫科や猫科よりも、さらに系統樹の根本に近いところで分かれて進化したものであることが分かり、 この県地からは、木登り邪ネコか何時にいだえ木登り邪ネコ族、ナンジニアの一か一族一種に分類される。森林やサバンナに生息する。樹上性。夜行性もしくは、白明白母性で、昼間は樹上や木の股などで休む。単独で縄張りを形成して生活し、オスの縄張り内には1から3頭のメスの縄張りが含まれることもある。 縄張り内の木の枝に終戦のある下腹部や足の裏をすりつけて縄張りを主張する。発情したメスをめぐって同種間で激しく争うこともあり、相手を殺すこともある。植生は植物食傾向の強い雑食で、主に果実を食べるが小型哺乳類、鳥類やその卵、昆虫なども食べる。樹上の果実は講と等で体を木の枝に支えながら、 全種で掴み取って食べる。繁殖形態は体制。妊娠期間は64日。軌道で1回に3から4頭の幼獣を産む。授乳期間は6ヶ月。俗名、ナンジニアは生息地での故障、ナンジネに由来する。ありがとうございます。